イソンギョンはの韓国のファッションモデル、女優、歌手である。身長174センチメートル。道徳女子大学モデル学科卒業。YG エンターテインメント所属。1990年に、軽機道かやしに二人姉妹の長女として生まれる。経験なクリスチャンの家庭で育ち、ソンギョンという名前は、聖書から名付けられた。 7歳から高校3年生までピアノを習っており、受験直前まで音楽大学への進学を考えていたが、担任の先生や両親からモデルになることを勧められ、2008年に第17回スーパーモデル選抜大会に出場し、レックス賞を受賞。翌2009年にはアジア太平洋スーパーモデル選抜大会に出場し、ユニックスヘアニュースタイル賞を受賞。 そこから、ショーや雑誌のモデルとして活躍するようになる。2014年、ドラマ、大丈夫、間だに出演し、演技に初挑戦する。2015年、出演2作目となった、ドラマ、女王の花でヒロインに抜擢され、安定した演技を見せる。この年、MBC 演技大賞の司会を務め、自身もこの作品で、新人賞を受賞する。もともと歌が好きで、 ミュージカルの勉強をしていたこともあり、2015年には音楽バラエティ、覆面歌王に出場し、高い歌唱力を披露した。2016年4月には、エディキムとデュエット曲、私の唇、温かいコーヒーのようにをリリースし、各音楽配信サイトで1位を獲得する。同年、体育大学を舞台にした青春ドラマ、恋のゴールドメダル僕が恋したキムボクジュに主演。 重量を上げの選手という役柄のため体型が変わるほど増量し愛らしいヒロイン、キム・ボクジを演じた。MBC 演技大賞では優秀演技賞を受賞した。2017年、ドリームワークスによるアニメ映画、トロールズで主人公ポピーの韓国版吹き替え声優を務め、劇中歌、Get Back Up Again も担当。同年5月、再のアルバム、 サイエース 4X2 コール8に収録された楽曲最後のシーンにフィーチャリングアーティストとして参加する。2018年ドラマアバウトタイム止めたい時間で主演を務め人の寿命が見える特殊能力を持つミュージカル女優のヒロインチェミカを演じ劇中で歌やダンスも披露した。同年アジアアーティストアワーズの司会を務め 自身も今年のアーティスト賞及びベストエモーティブ賞を受賞する。2019年5月、主演映画ガール・コップスでは熱血刑事役を演じ、第24回春史大賞映画祭で特別人気賞を受賞する。同年6月には日本で初めてのファンミーティング、イソン・キング・ファンミーティング・イン・東京を開催した。2020年、人気医療ドラマのシーズンに、 ロマンドクター・キム・サブ2に新キャストとしてレギュラー出演し、エリート胸部下界者、ウンジェ役を演じた。この作品で SBS 演技対象女性優秀賞を受賞した。2016年に恋のゴールドメダル僕が恋したキム・ボクジュで共演した当時同じ事務所のナム・ジュ・ヒョクと交際していることを2017年4月に発表。 だが、熱愛発覚した4ヶ月後に破局したことを認めた。ありがとうございます。